ただいま知事の記者会見を行います。それでは知事よろしくお願いします、はい。冒頭ですね、私から2つ申し上げることがあります。まず東京マラソン、今年です3度目ですが、これをですね、法人化いたします。この度ですね、東京マラソンを主催する法人を都と陸連で再び、今年6月にですね、設立をいたします。来年ですね、2月の大会からこの法人がマラソンで主催しますけども、主要なマラソン大会でこうした法人が主催するのは、これは我が国で初めてのことだと思います。ロンドンマラソンやニューヨークシティマラソンなどは法人によって運営されておりましてね、この点でも世界のメジャーマラソンと同様になります。法人化しますとですね、マラソンに並行してですね、いろんな、なんていうんでしょうか、企画も立てられるようでありまして、今後この新法人の下で、チャリティーの実施や、ファミリーランの充実などによってですね、名実ともに、世界最高峰の大会に発展させるつもりであります。法人の名称は、東京マラソン財団として、理事長は国際マラソンロードレース協会の現会長の調査弘明さんにお願いをいたします。この法人を設立するために都議会第2回定例会で補正予算案を提出する準備を進めております。詳しいことは後ほど生活文化スポーツ局から説明をさせます。続いてこの、養豚地域の権限移譲についてでありますけどですね、政府は地域主権戦略会議を設置して地方分権について審議していますが、この中で都が持つですね、養豚地域の決定権限を区市町村に移譲することが検討されています。この動きはですね、首都東京にとって極めて大きな問題だと思いますね。広域的な都市づくりに必要な権限を都から区市町村に移譲して、区や市がそれぞれの判断で権限をですね、行使することになりますと、東京はバラバラな都市になってしまう恐れがあります。多様な機能がですね、集積するメリットの発揮や、首都としての風格のある景観形成も極めて困難となりまして、大都市として一体的な都市づくりはですね、不可能になる可能性もあります。例えばですね、今東京は遂行中の10年後の東京プランなどもですね、こういう形になりますとですね、こうバラバラに解体される恐れもなきにしもあらず、従来言われてきた地方分権というのはですね、あくまで都道府県というものの主体性というものを踏まえてのことでありましたが、今度の政府の案ですとですね、これが基礎自治体ということになりましてね、これは非常に大きなですね、混乱を招きかねない、東京都全体の行政にとってもですね、非常にその危惧を抱かざるを得ない進み方だと思います。大都市東京においてはですね、例えば上下水道や消防などは現に都が一体的に行うことで効率的効果的に処理できていますが、こうした実態を無視した権限移譲はですね、かえって都民の生活に不便を及ぼすものであると思いますね。確かにその地方分権は進める必要がありますが、単に機械的に権限移譲を進めるだけでなく、地方の潜在能力を十分に発揮できるよう、地方の実情も踏まえたですね、仕組みを構築することも必要だと思います。今後、関東地方自治会などもですね、活用しまして、他県の知事とも連携して、この問題について国に対して強く申し入れをしていくつもりであります。私から申し上げる以上です。質問があったらどうぞ。どうぞ。文化放送の高橋民夫です。知事がおっしゃっていたような群雄割拠という様相をですね、まさに呈してき始めました。国を憂えるといいますか、日本はどうなってしまうのかという、じくじたる思いとかいろんな思いが去来すると思うんですが、この動きでもって果たして、お気持ちの中で生まれていた解決に向かうだろうか、あるいはそれともまだ問題はちょっと残りそうだぞと、どのように見ておられるか、ちょっとお話を伺えますか。この問題についてはね、私はね、かねがね持論がありましてね、その二大政党って日本ではまだ無理だと思いましたね、思ってました。望むべくはですね、ドイツのようにです、三大政党があって、
まあ、それに緑の党とかで、まあ、マイナーな政党も時々こう政権の組み方によって参加してますね。ABC あって A と B、B と C、A と C との組み合わせあることで、3つの政党の1つ有力政党が1回野党になるということでね、政策もブラッシュアップされるし、党のも進むと思うんですけども、イギリスもですね、労働党というのは保守党2大政党だと思ってたら、今自由民主党というね、第3政党がですね、期待率というのはその2つの政党を上回って台頭してきている。うん、まあ、そういう事例も見ましてもね、私はね、三大政党が好ましいなと思ってました。ですから、選挙区制度もですね、変えなくちゃいかんと思いますけども、例えばね、ナチスがですね、ヒトラーがね、パリを陥落させてフランスを制圧した後ね、その、レジスタンスが起こった。これは右から左までですね、一種の統一戦線でね、救国戦線として、レジスタンスを行ってですね、フランスを解放したわけですけども、まあ、レジスタンスってちょっと大げさになるかもしれませんがね、やっぱりその、自民党に対する人心の海、それからですね、民主党に対するその、国民の幻滅、その狭間でですね、国民はですね、まあ、第三極というものを求めていかざるを得ないトレンドにあるわけですが、最終的にはね、やっぱりこの、政局のですね、混迷というものを何とかしようと、このままではもう日本はですね、切りなく落ちていくぞという危機感をみんな持ってるわけですからね。私はそういうものにも来るためにね、まあ、軍有拡張ということになってるけども、やっぱり最終的には、まあ、救国戦線というんでしょうかね、そういったその連合体がですね、参議院の選挙の寸前に生まれていくべきだと思いますし、私もその努力をしたいなと思ってます。よろしいですか。はい。その第三極といいますか、うん、その、ま、団体といいますか政党といいますかね、具体的な名前はともかくとして、うん、やはりそのカリスマ性を持ったリーダーとかそういった形というものが、うん、存在が大きいものであろうというふうに思います。うん、今の動きの中でどうでしょう。いや、まあ、その政治家ね、大小ね、いろいろね、いますがね、まあ、カリスマ性というと、なかなか難しい分析になるけども、確かに今のね、与党も野党もね、癖のある政治家いなくなっちゃったね。本当に一握りでね。だから、その、なんていうのかな、まあ、癖そのものがね、どういうそのエネルギーになって政治家をどういう行動に変わるか、まあ、人によってはわかりませんけども、僕らやっぱりね、田中金券に反抗してね、青嵐会作って、皆さん勘違いしてるけど、田中さんはね、ロッキードで失脚したんじゃないですよ。これはね、金券問題で、要するに政権投げ出して、これは金の問題でね、田中派のですね、金脈を握っている佐藤さんという女性をですね、それじゃあ国会に呼ぼうじゃないかということになって、田中さんその瞬間、とに政権を投げた。で、ロッキードはですね、後から起こってきました。アメリカはね、やっぱり、核さんとはなかなか政治家だったから、これ必ず復活してくるだろうということでね、アメリカのその、虎の尾を踏んだですね、これ、ウラニウムの、要するに、購入ルートっていうものを、アメリカに親をずに自分で開拓しようって動き出した、田中さんを、要するに、非常に危険視してですね、なんていうんでしょうかね、復活を阻止するためにあの問題を起こしたと思うし、裁判もかなりいい加減のもんだと思いますな。でね、あの時私もね、国葬されました。それからね、やっぱり青嵐会の仲間たちもね、まあ、決判までしてね、よし、この金券ではね、特に国が持たないからということで動いたんですけどね、まあ、考えてみると青嵐会ってみんな二人、二癖、三癖ありましたね。どの人も。あんまりいなくなっちゃった、そういう時期がね。まあ、民主党なんかもね、この辺の問題でね、低迷してるけども、なんでその疑義をですね、国民に向かってもっとはっきり晴らせという形での、まあ、いい意味でも造反、悪い意味では造反かもしらんけども、そういう動きが民主党の若い人が出てこないんでしょうかね。これはね、非常に、国会離れた立場で眺めてる国民の一人としても残念ですね。残念とばっかり言ってられないんですけどね。そうですね。ですからその、自民党もダメね、しからば民主党に期待したらこれも裏切られた、そういうそのなんていうのかな、心理状況の中でね、選択肢としての第三極が浮かび上がってくるわけでね、私はね、
これやっぱり大きなエネルギーになるし、それがそのまま三大政党になりうるとかどうかありませんけども、して少なくともね、このレジスタンスのね、共同戦線をね、構築することはできるはずです。それによって、さらに自民党も分裂しですね、あるいは民主党も分裂しですね、新しい、その政界の再編成が起こってくるんじゃないんでしょう。私は今度の選挙では第三極の存在ってのはすごく大事だと思ってます。それでね。どうもありがとうございます。はい。どうぞ。読売新聞の山内と申します。先週発足した活字離れ対策検討チームなんですけれど、先週発足しました活字離れ対策検討チームなんですが、猪瀬直樹副知事がリーダーにする活字離れ。あ、活字離れ。はい。チームが一部の職員の方に実施したアンケートで、1ヶ月に1冊も本を読まなかったという人が 12% もいたという世論調査の結果よりは低いんですが、その感想と、なかなか対策というのは難しいようにも思えるんですが、知事の考えておられる方向性は難しいね。新聞だってそのうち被害者の人になるかもしれない。考えたらいいんじゃないか。私にその目安があるわけじゃないしね。なんかあれだね、本読まないって職員ね、なぜ読めないのかって、忙しすぎて言ったら、それ聞いてある教師が怒ってましたよ。そんなにお前たち働いてるのかって言ったけどね。いずれにしろですね、つまりその情報を伝える他のね、メディアっていうものが、非常に、普遍されてきたから、そうですね。しかし、インターネットなどね、要するに昔なかったメディアっていうものの、情報ってのはやっぱり活字でね、提供されるわけですから、活字離れというのはね、本離れということはあるんでしょうけどもですね、人間が活字を読めなくなったってことはありえないし、またその言語がある限りそれをね、具現化する言葉ってあるわけ、字があるわけですからね。私はやっぱり、あれですね、人間が、要するに活字と完全に絶縁することはないと思うけども、やっぱり一種今のその、なんていうの、過渡期の現象じゃないかって気がしますがね。僕なんかやっぱり本をね、いい本ね、当たって読み直してみたりね、昔読んで読み直してみると、なんだ、こんな本だったのかと思ったり、改めていいなと思ったりすることありますがね。しかし、源氏物語をね、原文で読む人って、果たしてどれがいるのかね。谷崎源氏、与謝野源氏、いろいろありますからね、瀬戸寺悪僧を攻略してみたいですね。そういう形でね、活字のメッセージがこうパラフレーされて、安易に、こう、なんというのか、現代化されてるってことも便利だと一つだと思うけども、それだって私は読書だと思いますよ。ただ、やっぱりね、テレビも新聞もなかった頃のね、バルザックとかね、ドスフェスイとかね、デューマとかね、ああいったね、古典的な作家、今読んでみるとね、とても退屈で読み切れないね。ってのはね、やっぱり新聞が伝えるような情報をね、小説が伝えたんです、あの頃ね。ですからね、行ったことのないね、要するに、サントペテルスブルーとかパリとかね、あるいはローマの風景ってのはこういうものなのかなってことね、みんな活字を持って摂取したから、ああいう小説が成り得たけど、今とてもじゃないけども、やっぱり、ああいう小説退屈で読めないでしょ。それからこの間必要があってね、ニーチェ読み出してみたけども、やっぱり昔はとにかくあれで読み、なんとか耐えて読んだけど、今とてもじゃないが、ああいう翻訳っていうもの、あのボリュームがね、アダプトされないと、難しいなと思っていたら、なんかニーチェの、なんていうの、簡訳本みたいなの出ててね、今それが非常にベストセラーだとそうだけども、私もそれ一回買って読んでみたいと思ってますが、はい。ありがとうございます。どうぞ。共同通信の柴田ですが、知事にはですね、政治家が公の場でですね、語る言葉の重さについて聞きたいと思います。昨日京都ですね、鳩山首相が普天間問題に絡んでですね、私は愚かな首相であるとか、あるいは5月末に決着しなければ、現時点でもですね、身体に絡んだ発言をされておられますけれども、このことに関してはどういうふうに受け止めていらっしゃいますでしょうか。いや、みんながもうこの頃うんざりしてる話だからね、
繰り返して別にそのあの人をね、非難しても糾弾してもせんないことだという感じはしますけどね。やっぱりそのまあね、その日本語では愚かと訳したそうだけど、ルーピーっていう言葉はくどくどくど同じこと言ってるっていう、そういうニュアンスの、まあ、形容詞でしょ。でそれをね、まあね、まあ、新聞の解説などは愚直という形にすり替えたと言ってる節もあるけども、まあ、しかし、まあ、あんまり、なんていうのかな、聡明、決断力のある政治家とはちょっと思いませんですな、残念ながら。やっぱりね、非常にその、政権持ってる民主党も混乱してるし、政局そのもの混乱してる。まあやっぱりですね、僕一つ非常に気になるのは、あの人ね、なんであんなにやたらにわけのわかんない敬語を使うのかね。あれ、日本語としては間違ってますよ。それね、そういうことを一つもっとしてもね、まあ、あの人のある意味の弱い性格が出てるんだろうな。まあ、それがね、決してね、その、いい印象を与えない、強い印象を与えない、頼りがいの印象というものをね、阻害してる。頼りがいあるというですね、その印象を阻害してる。まあ、そういったようなですね、国民としても相手が総理大臣だけ残念ですな。関連なんですけどもね、その政治家の言葉の重さという意味で、知事が先週ですね、外国人参政権の集会でですね、与党幹部の中には、聞かされた方の子孫の方が多くいるということをおっしゃってましたけども、このことに関しては今もそういうようなご認識であられるんでしょうか。私はそのことで ね、そういう人たちの全然差別する意識は全くありません。ただですね、そのね、日本と韓国、朝鮮半島の国の当時の関わりね、まあ、フリンジっていうね、そのね、大きな半島ですね、インドシナ半島もそうだしね、バルカン半島もそうですね、ああいうね、その大きなフリンジにですね、ある国ってのは非常にね、その地政学的に弱い立場にあるんですよ。だからその一つの調査がね、歴史的にもね、その朝鮮半島にあったの、かつての国々でね、日本とですね、その朝鮮の国々がね、合体したあの時の朝鮮半島の事情というのは、ロシアはもうつい上の満州まで南下してきた。実質的にですね、その大きな影響を与えたね、政治的な勢力だった新国はもう水没に差し掛かっていてね、非常に危険な状態にあった。その時にですね、あの時代のね、政治原理として、つまり食うか食われるか、植民主義というものがあったわけでしょ。で、日本はそれを脱するために不幸共有やったわけだけどね。それで、まあ同じで危機感を持ったね、朝鮮の国がですね、議会で議決してね、ロシアにつくか中国に、新国につくかね、日本につくかということで日本を選んだというのは、これ歴史的に事実でありますけど、しかしなお、つまりそれ議会の手続きを経て行われたことでもね、朝鮮の人たちにとったら好ましくない、非常に鬱屈したものを与えたでしょう。そういうね、時代に生きた近い先祖を持った方々が日本にたくさんおられる。で、帰化されたんならそれはそれで結構だと思います。でね、ただ帰化しないで、しかもやっぱりね、その ごく近い、どういうんでしょうかね、先祖の信条というものを受け継いでるでしょう、それはね。だからこそ帰化されない人たちが日本にいる。私はね、そういった信条をですね、決して否定しませんよ。気持ちとしてわかるけどもね、ただね、そういうものを反映した形で突然今の与党が、日本に永住している外国人に選挙権を与えるということは私は非常に危険だと思います。ということはですね、地方主権ということを言い出している民主党にしては随分矛盾した話だけどね、例えば日本の原子力エネルギー行政というのを支えているね、あの六ヶ所村の再処理の問題、あの村では賛否両論があったんですよ。で結局ですね、まあね、賛成になってですね、あそこに、まあ、IAEA ですか、あれがですね、人もびっくりするがね、完備した施設ができた。私ちょうどあそこ議員の時視察しましたらね、フランスのデリゲーション来ててね、同じまあね、高速増床というわけで、非常に先進国の原子力国がなかなかこれだけのことできないと感心してたんですけども、まあ、そのおかげでね、日本の原子力っていうのはこう行政が進んでるわけでしょ。要するに町のね、そのね、日本の国力と支える原子力行政の要であるあの問題が、本当に数百人のね、外国人が移住してくることで、ね、
なんていうのかな、否決される可能性あるわけ、あったわけだ。それから今、与那国島がですね、自衛隊の駐留を望んでいる。これはね、台湾との関係で、むしろその向こうのですね、中国と台湾の関わりの余波をですね、下手して受けたらということで望んでいる。それをですね、是としない人たちがですね、日本の国籍を持たないまま、日本のね、要するに国土の侵犯にもつながりかねない、そういった危機というものを防ぐための、まあ、仮に自衛隊の駐留というものを反対したら、とてもこれ危ないことじゃないでしょうかね。あるいはね、今中国はね、東京の都下でありますね、沖ノ鳥島。これはね、やっとね、私が言ったね、国はなんか動き出したようですけど、そのせいかどうか知らないが、あそこの周囲でですね、中国の艦船がね、遊泳してですね、領海侵犯して、もともと中国はあれは、要するに国土じゃない、ただの岩でね、あれを国土と認めないことを言ってる。そういうね、その、沖ノ鳥島をきちっと守ろうというね、その意向というのを政府が持ち出して、そのための施設を作ろうとしている。その発信基地がですね、当然小笠原に設けられるでしょう。そういったものにですね、小笠原の人たちが反対する可能性がないでもない。その時に小笠原の町長というのは、本当に何百票のですね、票数させられてできてくるわけですな。村長か、そこは。こういったね、問題考えるとね、私はだからね、国籍を持たないですね、外国人がね、地方の要するに行政と左右する投票権を持つことは絶対に反対だし、まあ、この間の全国知事会のほとんどの知事がこれはもっとに慎重に考えるべきだと言ってましたけど、その通りだね。そのコンテキストのつながりで申し上げたんでですね、私は決してね、国籍を持ってるから国会議員になれたんでしょうから、その人たちをね、差別するには毛頭ないです。歴史的な流れからですね、現状に至るまで非常に長いお答えをいただいたんですけども、先の集会での発言においてはですね、知事がその根拠とされたのはインターネットによるととかですね、インターネットの検証によるとという趣旨で、インターネットを何かの何らかのホームページを見てお答えになられたようなんですが、いや、それも違います。私はね、その情報として聞いているだけで、その情報を明かせって言われたのは、これはね、こう前後左右多すぎてですね、いつ誰がどう言ったかさっぱり分かりませんな。ですからね、まあ、福島さんがですね、それになんかね、非常に不快な感じがあるんだったら、自分がそうでないということをね、ご自分で、戸籍を発揮して明かしていただけばいいんじゃないかと私は思いますけどね。私が申し上げたいことはね、彼女の特選問題じゃないんですよ。つまりね、日本の国籍を持ってる人は、私は色が黒か白か黒が、それは国籍持ったってことは、日本の文化伝統に対する愛着を持ち、敬意を持ってるから国籍を選んだんでしょう。そうでない外国人がですね、日本の命運を左右しかない地方の一種にですね、賛否を投じることは私は危険だということを言ってるだけです。はい。どうぞ。どうぞ。テレビ朝日の龍燕と申します。今週、築地の特別委員会が開かれまして、現地再整備に向けた、まあ、実現可能かどうかという質疑などが行われたんですけれども、民主党はこの夏くらいまでにその現地再整備案を出したいと言っています。これがどの程度有効性があれば、今の豊洲移転とこう同じテーブルに乗っけて比較検討できるものになるかなと、知事はお考えですか？わかりませんね。案が出てこないんですね。私はそれを推測する、その案というのか、知識もありませんしね、資格もありません。あくまでもですね、生前にして案が出てくればですね、それは計りに変わることじゃないでしょうか。はい、どうぞ。NHK の小林と申します。近く金融庁の亀井大臣と会われるご予定と聞いたんですけども、まあ、どのようなお話をされるか。そうは分かりません。これはね、ちょっといろんな話をしようと思ってるから、昔の友人ですしね、今の政局の動きもあるだろうし、そんな話をですね、意見交換しようと思ってますけど、銀行の話も、はい、新銀行の関係もあります。この間なんかね、なんていうんですかね、委員会で質問が出たそうですけどね、その概略は手つかんでおりますけども、まあ、彼は私の基本的な立場を理解してくれて、コメントしたみたいですがね。そういった話もされるということです。まあ、それはことと次第によっては出てくるかもしれませんけど。はい、はい。ちょっと私ね、その亀井とのアポイントがあるんで、すぐ終わらせます。新宿新聞の橋本です。高速道路料金いろいろ、まあ、ごたついてるようですけれども、それに付随して外環道の行方も結構予算が今後、まあ、国会審議等で不透明な部分も残しているようですけれども、
こうしたごたごた続きの状況に外環道が予算がさらされているという状況について、都知事がどうお考えなのか。極めて不愉快不安ですな。東京のためにね、好ましくない状況だと思いますね。日本の中でね、一番ね、有効なね、要するにね、インフラの整備はですね、外環道ですよ。どう考えたって。あと今回の件もそうなんですけれども、小沢裁定といいますか、一度決まったものがまたひっくり返されるで、まあ、それに付随して地方自治体の方も困るというような現象が、いや、どの政党でも、どんな小さな政党でもね、政調政策調査会ってあるんですよ。あれだけ の、ね、その要するに主権を持ったですね、政党がですね、政権取った政党がね、政策調査会がないってのはとってもおかしな話でね、つまり党の中で、ね、十分な議論が行われ得ない構造になっているから、今度のような問題が出てくるんじゃないですか。わかりました。はい、ちょっと最後にしてくれ、はい、では一人で質問させていただきます。ちょっと戻るんですけれども、福島党首なんですけれが、それについてさっき申し上げた通りのこと繰り返しません。発言の撤回を求めたいと、まあ、おっしゃっているんですが、それに対しては特に撤回されるようなおつもりはないということでよろしいですか。いや、私は何も彼女を特定したわけじゃありませんから、一緒に総論として知ったわけですから、はい、